さあ、ここブルネイの沖ではシマノの電動リール、ホースマスターの800、そしてビーストマスターの6000、9000と小さなリールから大きなリールを工夫しながら使っていろんな魚を釣ってみたいと思います。ではまずはこのライトゲームについているホースマスターの800、これで日本針の天秤仕掛け回転付近に下ろしましょうね。竿先に糸が絡んでないのを確認してプロペラに仕掛けが絡まないように速やかに下ろします。クラッチ切ります。クイッククラッチ、ちょっと工夫、1点工夫する。シャラが数方貫通変更や変更やで、とてもスプールの回転が速い、そういう海底につくのがねとても早いですね。仕掛けの降下速やかにスムーズです。このホースマスターの800のように小型の電動リール、シマノは片手で右左よそぞそと回片手で全てコントロールできます。海底についたらこのクラッチの切った時のボタンの上の方、右上、この黒いボタンを押すとクラッチが戻ります。クラッチダイヤル、テントンリールドはリーリャン、以下モーター、以下ドラグ、サンライダー数方ドラグ調整でね、数値調整、ツイハウダドラグナリー、スーチジェティン、マサンタオラマサンタオラ、サンライサンライ、ピャオランピャオラン、リャンティアオリャンティアオ、マーマチ、そして小さいのと大きいのダブルでかかりました。マーマチ、これは今電動リール、電動リールの中に誘いモード、ジギングモードでもいいんですけどね、自分で好きなリズムを記憶する、また電動リールの中に入っている3つのパターンを利用してボタン1個でこういった動きを勝手に電動リールがするわけですね。見てください。ここはピックアップボタン、ポンピングと一緒、サンライシャラが数方、シャラが数方、わー、やるやん。これでビーストマスターの両肩、無線 B 線両号、リーダーは40号。進み
下さない。本館本館ハンバージャック。オッケー。まだまだねリールの方は余裕がありましたよね。おい。ヘイオリービーストマスターリョーチェン、はい、オカンツスチェルマーレラエルイーパイリョースウー、这个地方很 soft 但是这里很强。所以一点点 soft， 所以脱钩没有，很少很少。硬的杆子有时候多过多过，所以一点点 soft 的杆子多过没有，很少。上来上来上来，ブルネ本館編と很好环境，所以很多雨，有时候小電動リール、有時候そんな電動リール、有時候ただ変容リーダー電動リール、酸化電動リール、そう呼んだ。あの煙そんなに曲がってないよね。風そんな吹いてないかな。今150で、今あの先ほどと違って140メートルの水深で150メートルで海底に着きました。だん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 流れが安定してきて魚が当たり始めましたよね。これはあの全数字へ共通していること、漁水潮の流れはとても魚釣りで重要です。ですから速やかに仕掛けを下ろして、でまた仕掛けを上げてくるときも流れがどうなっているのか、ただ巻き上げるのではなくて巻き上げてくるときのラインの角度、こんなのも注意してね、あの見ながら今がいいのか悪いのか、この辺も判断できます。このシマノの電動リールには仕掛けを巻き上げる時のスピード、そんなのもあの表示されます、まあ、こういった細かい機能を利用するとよりねいろんな情報が正確に分かる、あのとても便利な機能たくさんついています。日本の場合は大きい海流が黒潮親潮リマン海流周囲を取り囲んでるんで、一度潮が変わってくるとしばらくダメな時間が長く続いたり、いい時間っていうのはあまり長く続かない。だからこの時間をすごく大事に丁寧にそして効率よくするんですけども、あのここの海意外と大きな海流よりも緩やかな流れ、これねがあるのであまり悪い時間が続かない、とてもね釣り人にとっては釣りやすい環境です。それでもやっぱりいい時間いい場所、この時に速やかにタックルを操作してあの効率よく釣っていくとよりねあのいろんな魚がまたチャンスを逃さずいい釣りができると思います。シマノラ電動リール水温の通報、三来巻き上げ、前線の通報以下テクニカルレバー、はいよ、ポースマスターパーパイスマートダイヤル、はいよ、いいか、ピックアップピックアップボタン、ウィン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 、ズームスちょい巻き、その時に一番いい自分が使いやすい方法を工夫しながら使ってください。そうすると本当にあの仕掛けが思いのままに動かせる、意のままにコントロールすることができます。今度は海底が140メートルに対してラインが何メートルですか、この液晶潜在一杯アース一杯サース一杯ウースウー大概入っていたほら、そういうプラス10メートルから15メートルですね、これは潮の流れの関係です。タオラ、おっ、ラララララ
ピックアップスピード、変更や C1 変更やつをメニューボタン、メニューボタンから、選べます。31段階1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、算数はいよ、算数出します、ハイ、ハイスピード HI。 現在はピックアップスピード数値、数値で、所以下次ハイ很快的，最快的 speed change。だいぶ方法不一样，乱数以下、以下、以下の時はゆっくり，所以 speed 三五七八，红杆还有十番，还有想快的快的 control 的时候，三十还有 high speed change。変遷だね、メニューボタンから簡単にできます。ブルネイ、シンガポール、はよマレーシア、ユー変漂亮、はよ変好吃、バイバイ。スナッパーさあ、ここでは重り、そしてハリスを一広ぐらいつけて、カツオ半分に割りました。針は5通2か1個と1個2。ジョチェンビストマスター、はよカンツアルシエラ、キハダ、キハダスズーン、ホンチウェイ、イエローフィン、イエローフィンダーカンツ、あの鳥鳥がいいんとこ咲かないんかな。シャンカツオンバンファー、ちょっとあの使い方を工夫すると、あの、まあ、もちろんこのカンパチの5倍、10倍、もう大きいカンパチがね、この電動リールを使ってすることができます。シャンカツオンバンファー。おい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 、より、へより。さあ、もう海底付近だけ抵抗したけど、もう上に来たらね、だいぶ魚の方も弱っています。さあ、もう言う。本館ば。おー、本館、本館。OK。電動リールへより、貫通へより、を、メリージョッソン。今回はシマノの電動リール、ホースマスターの800、そして6000、9000、小さな電動から大きな電動リールを使ってブルネイの沖で釣りをしました。釣れた魚はマーマチや海底付近にいるいろんな五目、いろんな種類の魚、そしてカンパチ、電動リール、各種サイズが違います。
大きい電動リールは大きい魚、小さい電動リールは小さい魚という観念は今までの観念です。現在シマノの電動リールは小さな電動もとても力強く大きな魚を釣ることができます。使い方一つちょっと工夫するだけで小さな電動で例えば40キロスースーコンチンダー本艦、アンバージャック、カンパチをすることもできます。使い方ちょっと工夫してシマノの電動リールの機能をフルに使いながら楽しい釣りをしてください。グルメの海、とてもいろんな魚がいます。そしてもちろん小さい魚から大きい魚まで、その時間その場所によってだいぶ変わってくるのでね、ぜひ工夫しながらシャンカゾンバンファ、この言葉ぜひ皆さん覚えてください。工夫するだけで大きく変わります。シマノの電動リールです。